はい、今日も納屋の2階に来ております。今日はね、タイトルにある通りライトにリフレクターを取り付けたいと思います。現在ね、この形状を見てみると、ちょっと今ね、フォグのミストが中に充満してますね。ちょっとね、フォグのミストで映像がちゃんと撮れないんで、取り付けるにもね、ちょっと支障があると思うんで、一旦ミストを止めましょうか。ちょっとすごい勢いでね、ここから出てるんで、もうタイマーでね、数時間おきに出すようにしてるんですけど、ちょうど出てる時間でしたね。ちょっと止めちゃいます。現在ね、このようにこのライトの上に何もね取り付けてないんで、すごく眩しいんですよね。なのでここにね、リフレクター、まあこういうライトをね反射させる、この上にかぶせるねカバーを取り付けたいと思います。これすごく眩しいですよね。これもね、一昨年からね、取り付けようと思ってね、ずーっと思ってたんですけど、結構ね、このリフレクターがね、実店舗だとなかなか置いてるところが少なくて、まあ後でいいやっていう感じでずーっとね、先延ばしにしてたらね、もう2年間経っちゃいました。実店舗にないからね、ウェブで買おうとしたらね、ちょうど品切れとかね、そういうね、ことがあってね、なかなか買えず、今まで来ちゃいました。で、今回取り付けるのはね、こちら、上畑のリフレクターですね。でこちらはね、まあ、ここに書いてあるんですけど、クリップスタンド、ティラクラシック、アクア、テラにネオ UVB レプタイルランプ、ボルテス、スパイラル蛍光灯を使用する際の専用リフレクターですと書いてます。で、テラーはね、うちにもあるんですけど、ここについてるのがね、マルカンのクリップスタンドとスパイラルライトですね。このままね、うまく取り付けられれば、そのまま使用するんですけど、うまくいかなかったらね、このクリップスタンドを上畑のものに変更したいと思います。じゃあ早速やっていこう。撮りながらだとね、結構大変なんで、全部作業が完了したら、再度撮影始めます。はい、取り付けが完了しました。マルカンのクリップスタンドとスパイラルライトだったんですけど、なんとかね、つきましたね。若干ね、緩みはあるような気しますけど、ライトの部分と接触がしてないんで問題ないと思います。いやー、いいね。ライトの明るさがね、こう上とかに逃げないんで、下の方がすごく明るくなりましたね。紫外線もね、有効にイクアメの方に当たるんでね、かなりいいですよね。まあ、こちらとこちらもね、羊毛のいるケージ、こちらにも取り付けました。いやー、いいですね。めちゃくちゃ下が明るくなった。でこちらにね、餌も置いとくからね。はい、キュウリのリクガメフード粉末スペ風がけですね。はい、こちらもおしがめケージ、はい、スライスキュウリのリクガメフード粉末スペ風がけ、はい、どうぞ。よいしょ。もう一匹はね、シェルターの上に登りに行ったね。よし、こんな感じでリフレクターが無事装着できました。私のようにね、眩しいままライトを使ってる方がいたらね、ぜひリフレクター使ってみてください。